はい、どうもハリットでございます。それではファイナルファンタジー5続きやっていきましょう。今からバハムート戦になると思うので、ちょっと対策打ちたいですね。さすがにもう時空ですね。で、そうですね、守りでいっか。で、ガンガン攻撃したいんで、チャンレナ、そうっすね、ここエルメスはあれ、エルメスの靴って誰か持ってなかったんでしたっけ。火のせい、あー、チャンレナね、 OK っすね。で、一応レビテとかけときますか。何があるか分かんないんで、最高。ちょっとダッシュできないのは辛いんですけど。これね、チャンレナさんとサリサレ作ったとこです。もう敵は弱いんで、チキンナイフのレベル上げも兼ねて逃げましょうか。まあ、もし、まあ負けてもすぐ戻れるんで、どれくらいの差があるもんなんすかね。一応リバイアさんには余裕勝ちしたんで、いけそうな気はしてるんですけどね。曲ね、かっこいいわ。でかいからね。バハムート手に入れたらだいぶ楽になりますよね。真っ暗くなるわね。封印を解きし、者たちよ、私を倒し、私の力をお前たちのものとするのだ。だ味方になってもらおうとはしてますよね。どれくらいの、乱れて。で、まず、やっぱゴーレムっすよね。ゴーレムとヘイスが入れて、ヘイスが入れて、で、メテオーも入れることができるし、で、ゴーレム張った後は、チャンクルは基本ヒーラーですかね。森ってチャンクルで攻めなくても、周りの攻撃力が高いんで、叩いてくれると思うんで。アトミックレイ、どんな？ああ、オッケーオッケーオッケー。サリサは、メテオでもいいかな。多分、チャンクルさんがヒール入れる。ああ、どうだろうな。ちょっと不安なんで、大したプラスにならんすけど、ケアルラ入れときましょうか。大してならんすけど、いや、思ったよりなったな。ガンガン乱れ打ちで削ります。時間かろうがなんだろう、関係ねえっす。アクアブレス。どれくらい？食らうね。やっぱサリサのケアルラー入れてて正解でしたね。これバハ、メガフレア打たれたら、どうしますかね。ミールストーム。マジか。まあでも、チャンクラー巻いた、ケアルがしてれば、問題ないかな。乱れて。乱れてって言いたくなりますけど。乱れるってと。乱れて、KR が、リレイズとかないんすよね、リレイズは。乱れて、戦って、どれくらい耐えてよ？うわ、全然やん！何これ？どうすんの？ちょっと待って待って。あれ？フェニックスか。先にフェニックスか。確かフェニックスは、アレイズ入るんじゃなかった、リレイズ入るんじゃなかったですけど、耐えれないですよね、どう考えても。それとも、バーサックというか、やっぱ、そうっすね。バハムート先に行くよりは、あれ、リフレックで耐えれるんすかね、それか。
もしリフレクで耐えれるんだったら、チャンファリを青魔導士に変えて、で、チャンファリ青魔導士に変えて、で、あれですね。ホワイトウィンドウで回復する手のでいきましょうか。うん、それでいってみます。これで、メガ、ヒールをアイテムでハイパーポーションをサリサに入れて、で、ホワイトウィンドウで回復するっていう作戦にしてみましょうか。それでダメだったら、フェニックスを先に取り行きますかね。無理っすわ。さすがに。二度目の勝負ですけどね。メガフレはやっぱ耐えれるようなのじゃないんでね。リフレクで金返せないと、FF4 の時もそうでしたからね。多分順番があると思うんで、まあ早めに入れてもいいかなと思いますけどね。まあゴーレムとヘイスが入れてからですね。まずヘイスが入れて、余裕があったらスローガンも入れてみましょうか。入るかわからないですけど、ヘイスが必須で、で、召喚で、ゴーレムって、で、アトミックレイですよね。あー、オッケー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 。サリサ、ナイス。ナイスサリサです。で、これでホワイトウィンドウしたら全体回復で、余裕っすね。ナイサリです。青魔法で、ホワイトウィンドウね。ホワイトウィンドウは便利ですから。で、召喚で、できたら、600か。サリサの、青、サリサが入れてるホワイトウィンドウで多分大丈夫なんで、これで、メガフレアを反射できるかってのにかけますか。これでメガフレア反射無理だったら、あのフェニックスを先に取りに行かないとダメですね。ホワイトウィンドウ、うわーマジかよ、それは聞いてねえよ。うわー、まさかミールストームが入るとは。ってことはハイポーション入れて、ハイポーション2回っすかね。ちょっと待ってくださいね。あー溶けた、なんということでしょう。いやいや、吹雪の時点だ、吹雪の時点耐えれねえよ。吹雪純さんの時点耐えれねえよ。無理や。無理です。そもそものそもで、吹雪純さん行かれた時点で、無理っすね。ちょっとやり直しですね、考え方を。攻撃力は十分なんで、あとはフェニックスがあれば多分いけるんじゃないかなと思ってるんで。戦うか、逃げたいっすけど。もう、あれ、なんですっけ、クルルに持たせようかな、エルメスのリングを。多分その方が早いっすよね、召喚でガンガン削っていこうと思うんで。倒せない、エルメスの靴、リングじゃなくて靴ですね。エルメスの靴はクルルに履かせよう。パーの意味がほぼないですけど、ね、ちょっと待ってね。戦って強っ。
強い。つうか、まあいっか、あんま全部完璧に覚えさせてもなとは思ってたんで、装備、チャンレラーは、チャンレラーのエルフのマントにして、で、チャンクルを、エルメスの靴ですね。まあ最終的に、お金貯めて全員エルメスの靴がいいかなと思ってるんで、なるべく戦って、お金は増やしたいですね。あれ？まあまあいいっすけど、そんなにレナって早く動けるんですか？サムライは。エルサムライ。これ魔力が上がる武器を装備してこれが限界なんですよね。まあいいですけど、エクスカリバーはさすがにダメか。大解消ばっかですよ。やっぱサリサはさすがにエクスパカリパー変えましょうか。さすがによ。ウィザードロッド。でもそうね。ワンダーワンドか。魔力は上げたいですね。別に攻撃力いらないから、こっちでいいかな。こいつは強いっすよね。ちょっと、わー、これやばくないっすか。逃げた方がいいかな。これ多分物理攻撃に対してミールストーム反撃なんじゃないかな。わかんないですけど、まあ一応頑張るか。クルルはヒール入れた方がいいっすよね、もちろん。ケアルが入れて、またミールストーム打ってこられたら面倒いんですけどね。808か。物理も強いじゃねえか。第二世界で、このモーグリの森に行くときに、ここ通っちゃダメだよって言って戦ったやつですかね。多分そうな気がする。ケアルが入れて、行く、こう塔に行く前にコテージ張るんで、あーはあ、メテを入れます。攻撃力に振るんで、強いメテを。メテはハマったら強いですよね。コメットもそうなんですけどね。ダメージががっつりハマったらめちゃめちゃやばいぐらい強いですから。回復でチャンレナとサリサに入れて、セーブしましょうか。途中でやられるリスクもあるし。そう。まあ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 。ほんと、オーディンが欲しいな。召喚、ここでフェニックス取って、で、バハムート取れたら、やっぱ次はオーディン取って、で、エルメスの靴買って、で、それで、エクスレスの世界ですかね、順番的には。攻撃力ゼロだけで攻撃したらどうなんですかね。あ、回復になるのね。はぁ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 。ただもう防御の方がいいっすね。おい、クリティカル6240。強い。地道にレベルも上げていってますからね。よし。フェニックスの塔が見えましたね。フェニックスの塔でうまく、ジョブレベルを上げたいですね。多分かなりエリクサーはなくなるんですけど、なんとか、ばっちゃんに両手持ち、ですよね。で、
連続魔も欲しいんで、できたらチャンクルも連続魔覚えさせたいかなとまでは覚えてるんですよね。固定に貼ってチャンクルとサリサはなんとか連続魔覚えさせたいですね。ツボになるときだけ帰るか、ツボ戦だけ。じゃあ行きましょうか。軸はいらないと思うんで、長期戦になるだけだから、ダッシュに変えて、確かどっかが入れるんでしたよね。リクイドフレーム。懐かしいじゃないですか。ファイラー。あんま強ないっすね。ちょ、ダイヤモンドダスト入れて。リクイドフレームさん懐かしいっすよね。FFRK で言ったら星3魔石なんでね。ブンドル。ああ、弱い。全然弱い。でも、ゴーアビリティももらえるのか。入れるんですよね。5回ごとに、確か壺があるんで。ここら辺がなんかあれっすよね。死のルーレットみたいなのしてきて、結構めんどくさいんですよね。チャムキュビアとコムサベラ。チャムキュビアとコムサベラ。あ、でも、まあまあ、レナの攻撃と、リバイアさん入れたらそんな強くないっすわ。たー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 。4回。なるほどね。全部壁が調べて上がらないといけないですね。ソルカノン。こいつはカビダリっすよね。硬いな。じゃあちゃんとやっぱ、シルドラでもいいんすかね、雷弱点は。サンダーストーム言うてるぐらいだから、雷対応ですよね。乱れ打つか。やっぱり。困った時の乱れ打ちですよ。止まってね。チャンレナがダメージ来てるんで、ケアルラ入れて、で、あとシルドラって、チャンレナの攻撃で落ちるんじゃないかな。それかもしかしたら、これで落ちるかな？あ、OK ですね。そんな強ない。ここっすよね。ちょっと待ってくださいね。チャンツボ？こいつらが死のルーレットか、死の宣告か、誘惑か、リヴァイアさん。シェリー。シェリーいいっすね。ここは女の子だらけの楽園っすか。乱れ打っちゃった。まあまあいっか。オッケー、待ってくださいね。サムライを極めてもあんまり意味ないような気がしてて、かといってチャンレナは何も覚えてないんですよね。どうすかね。できたら文句とか覚えたいかなぁ。攻撃ですよね。魔法剣士かなぁ。魔法剣士伸ばして最後はすっぴんでいきたいんで、すっぴんで魔法剣と乱れ打ちがあったら強いっすよね。魔法剣覚えさせるか。とか、こっから魔法剣士でもいいっすけどね。で、ばっちゃんはクルルも召喚しもいいんですけど、やっぱ赤間の赤間っすね。これでいいかな。 OK っすね。あれ違った。まあこのままいくか。敵と会ったら最悪ですけど、これモンスター来た来た来た。マジックポット。これエリクサーちょうだいって言われてからあげればいいんですよね。エリクサーが22個なんで、無駄にあげないといけない可能性もある。わーいわーい。え？まだあげないといけないタイプか。
チャンスあったらすぐ帰ってくれるんですけど、何個もあげないといけないタイプかな。わーいわーい、もういいでしょ。ドハマリス、マジかよ。何個あげりゃいいね。まあ、余ってるからいいけど、いや、もういいでしょ。うわー、最悪だこいつ。無限に吸い取られるぞ。くー、最悪。もう何個目っすかこれ。4つ目かな。もうお腹いっぱいでしょ。もうよ、4人目よ。抱いたの子。アンジャッシュ渡辺さんじゃないんだからこれ。7人行く気ですか。7人多目的トイレかよ。マジかよ。いや、もういいよね。これ損切りっすかね。もうこれ以上上げても意味ねえんじゃないかい。なんか向きになって渡してるけど、ほらこいつ、こやつよ。もう何回か渡してダメだったら逃げてもいいのかな。おかしいっすよね。やっぱそういうやつがいるんじゃないかな。2回渡してダメだったら逃げるか。ちょっと叩いて渡すタイミングが悪いのかな。ちょっと待ちます。ちょうだいって言ってすぐ渡したらあれだから、何回か言わしてから渡してみるか。もう10個ぐらい渡してますよ。なんなんこいつ。あげてるけど、もう諦めますか。ちょっと悔しいですけどね。ちょっとあげるけど、いや最後まで持たんて。いやもうあかんねこいつは。やっぱなんか何回かあげてダメなやつは言いますわ。あと1個あげてダメだったら逃げるか。つうか判断が遅すぎましたね。無駄に使いすぎて。マジかよ。リセットしたいぐらいよ。ほらまだ言うんですよ。いやもうあかんわ。やっぱこういうやつがいると、エリクサーをむさぼるだけむさぼるやつはいるわけですね。2回ぐらい。あれ、どういうことこれ。1回渡してダメだったらみたいなことかな。わかんないですけど、ちょっとそういうのでいいっすか。わからんけど、いやこれ下手しマジでやり直すレベルよ。リセットかなこれ。もう全然無駄に渡しすぎたんで、まだ5回っすよね。ちょっと検証です。こいつにどんだけ渡しても、もう無理っすよね。ほら全部まあいいっすわ。リセットするかな。こいつ、こいつ、もういったるわ。ほら自分に使うな。自分に使うのは一番いかんす。めちゃくちゃムキになってますからね。全部使うたるわ。じゃあ全部やる。一回やって逃げなかったらもう済みますか。さすがにエリクサは今後使うんで、これがいい例。絶対逃げんすもん。こいついるんでしょうね、きっと。そういうやつが、外れポットみたいなやつがいて、それでこいつにどんだけ渡しても絶
対意味ないと。ラストエリクサーです。あ、どう、マジで言ってんのかよ。いや100嬉しいけど、いやもうこれでなくなっちゃったから、めっちゃムキになって渡したんですけど、はい、もうちょっとね、さすがにちょっと最初、この塔の最初からやり直そうかなと思ってるんで、エリクサー0でしゃあない、20ランクを使って100っすよね。さすがにそれはあかんなと思うんで、はい、それでは、続きですね。リセットして、ここの塔の上りからもう一回やりたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。